歌舞伎俳優の当時市川海老蔵さんが2021年9月11日と12日に自身のアメブロを更新、2017年6月に乳がんで亡くなった妻小林真央さんを思い感傷的になった日のエピソードを綴っておられます。11日のブログで海老蔵さんは公演のために真央さんの生まれ故郷である新潟県に足を運んだことを報告されていました。今日は真央の出身地近いからなのか真央を思う時間が長いと心境を綴っておられます。今日はなんか響くよとコメントされています。また12日に更新したブログでは、昨日は新潟公演でした、少しセンシティブな一日でしたと告白。真央の生まれたところが近かったのと、出かける前に勸玄と話した言葉が脳裏から離れず、そこがつながってしまい、とても感傷的な感情になってましたと説明しておられました。さらにその上に正岡という芝居がさらに重なり、珍しくいろいろ混乱した時間でした、わらと述べ、そんな日もあるんだなぁと自分でも思ったとコメント。最後に、さあ最高の一日をと前向きに綴り、ブログを締めくくっておられます。真央さんの生まれ故郷新潟県での公演だったのですね。この時は真央さんが亡くなられてからまだ4年、いろいろ思うことが多かったことでしょう。頑張られましたね。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございます。